はい、どうもこんにちは、さささです。スノーにチェンジしたところですね。このゲーム、こう人に近づくだけで丸ボタンを押さなくても話が聞けるんですね。もう無理っす。じゃあ休んでな。いいんすか？俺らがくたばっちまったら一人で全員救うんだ。もっと無理っすよ。だったら一緒にヒーローになろうぜ。敵はコクーン政府、しかも恐怖のサイコムだ。何が恐怖よ。サイコムなんて見せかけだけの連中でしょうが、あたしらノラの敵じゃないよ。なんせこっちはヒーローだしな。ふん、突っ込んぞ。見ましょう。今に見てろよ。ぶっ潰してやる。今スノーに当たんなかったか。大丈夫か。このチームだと今度はスノーがやられるとゲームオーバーです。まあ残り2人はヒットポイントハテナになってるんで、まあ、まずやられることはないんでしょうけど。手榴弾後半までプレイしている人からするとこの手榴弾がかなり懐かしいんですよね。最初の方は。もう無理っす。マーキー何もやってない。ああ敵だらけ。両大将、作戦は突破してぶっ潰す。それ作戦じゃないっす。それでも勝つのがヒーローってね。エンタメウィークの時はこの辺から見出したんだったかな。なんかこの辺は見覚えあるぞ。なんか手榴弾投げたりとかできるんだっけとかっていうような、手投げ弾かっていうようなやり取りを見た覚えがあります。絶対銃当たっただろ。エンタメウィークは本当に映像綺麗な配信でしたよ。実況を交えながら、まあ、ワイプも出ながらなんですが、スクエアエニックさんのその何、エンタメウィークのスタッフの方が見逃した方のためにアップしましょうかっていうような話をしてたので、ぜひ短い時間ずつでもいいのでアップしてくれることを期待したいです。さすがに僕も80時間全部見てないのでそんな長時間ね眠らずにいることはまず無理です。結構すぐ使えてた。おお、オートポーションだ。楽だな。見逃したところが見れたらいいなっていう感じですね。俺らがしっかりしねえとな。仕事で見らんなかったところとかもありますし。お前らちゃんとついてこいよ。あ、このチームいいんだな。おお、ナイスいいな。出投げ弾気持ちいいな。スノーの手投げ弾も範囲攻撃
なので投げたところに敵がいなくなってしまうと、ただ爆発するだけで全く相手にダメージを与えられないっていう弱点はありますが、まあ、基本的に、まあ、1人には当たるでしょう。お、ついたついた。大丈夫か？安心しろ、パルスに追放なんてさせない。俺らがどうにかするから、道が開けたら俺たちも手伝うぞ。そうだ、このまま黙ってられるか。けどな。ああ、頼む、やらせてくれ。わかった、戦えるやつは手を貸してくれ。はい、気をつけて。ありがとう。あ、はい、どうぞ。よし、やっぱ俺もやるぞ。気をつけて。母さん大丈夫？ここを引けば分かった。やってみる。すまん、もう一遍教えてくれ。ここがこうなってるのか。いいのか。母は強しよ。お、最後の一丁っと。こいつは置いてく、誰か持っててくれ。時はみんなを頼む。バン。第一印象、調子いいやつ。ま、隠れてりゃ安全だ。ここらの敵はすぐ片付く。みんなで家に帰るぞ。ほらみんな立って。よし、行くぞ、ついてこい。さあ、さあ、急いで。負けんじゃねえぞ。私らに任せな。スノーは体力が結構あるから、まあ装備しなくても大丈夫かな。なんか後の人用に取っといた方が良さそうな気もする。というのは経験者だからか。セーブはまだいいか。油断すんなよ、まぐれたら危ねえぞ。で、さっきの人たちが来てた囚人服のなんか宗教っぽい服着てましたけど、あれ囚人服で、なんか電源入れると手の部分がくっついて離れなくなるみたいですね、袖の部分が。最初列車に乗ってる時にみんな来てましたけど。レブロ、援護頼むぜ。どっちだ。おう、いきなり見つかった。なんか連続でこうダメージが入るっていうのが爽快でいいかね。こっちは丸ボタン連打してるだけなんですけど、なんかそれでもこんなアクションチックなことになるっていうのがこのゲームのいいとこじゃないかなと。
最後の方まで丸ボタン連打だけでもうまくいけば、うまくいけばというか作戦さえ立てられれば勝てるようになっていますというか、それでクリアした覚えがあります。強さん投入、抵抗を排除しろ。無駄遣いだね、ボス。逃げたらヒーローじゃねえな。FF 経験してるからっていうのもあるかもしれないけど、ここでベヒーモスとかよって思いましたね。しかも貝いきなり、あ、貝じゃねえか、あれ貝で合ってるか。本当に文字がちっちゃいと読めない。戦うですら今読めないから。ポーションは体力が減るとレブロが自動的に使ってくれるので、もうガンガン攻撃に専念します。ブレイクできるかな、する前に倒しちゃいそうだな。攻撃が 1.5 倍近くのダメージ与えられるようになりましたし、倒せそうじゃん。チャックリー焼け、おっぶねえ、ねえ、びっくりした、死んだかと思った。おお、トンボ帰りの最中スノー浮いてる。あー、びっくりした、死んだかと思った。
やべえ、何度見てもここ涙出そうになるんですよね。もう鳥肌めっちゃ立った。はい、ちょっと短いかな、もうちょっと行こうかな。20分ぐらいで1本にしたいと思っているので、もうちょっと進みます。あー、無差別攻撃じゃねえか。パルスに運ぶ前にみんな死んじまうぞ。そういうことか。え？政府の狙いは危険な人間を国運から消すことだ。パージ対象者をわざわざパルスへ運ばなくても、ここで全員死ねばいい。パルスへの追放に見せかけた処刑、それがパージ政策の正体だ。何が政策だ、そんなの政治でも何でもねえ。知ってたのかよ、軍人さん。パージの主導は政府直属のサイコムだ。警備軍は絡んでいない。サイコムだろうと警備軍だろうと、兵隊は兵隊だろう。パルスのファルシア、手先のルシは社会の敵。ルシになりそうな人間も任務とあらば迷わず殺すってわけだ。そいつは迷ったのかもな。殺せなくて逆に殺された。あんたはどうなんだ、任務なら人殺しも平気か。無視かよ。一応切り替えていきますね。なんだろう、うわー、サズやばい。うわっ、お、間に合った。もうちょっとでブレイクする。よし。あーやばい、タイミング合いすぎてる。これ厳しいかも。できれば連続してのけずらせたい。よし、まあのけずってくれると攻撃、相手が攻撃しようとしてるのをキャンセルすることもできるので、できるだけできる。なんかなまっちゃった。できるだけ攻撃をつなげていきたいところですね、ブレイクしたら。食らう回数も減るので。なんだ、
でもいいの。じゃあね。待って。私の笑顔が好きって言ってくれたよね。本当は怖かったんだ。いつだってそうだった。